はい、皆さんこんにちは。8月の18日日曜日です。今日はですね、朝は岩清水八幡宮の方に行っててですね、昼からは清水寺の方にやってきてますよ。ここのね、みたらし団子とわらび餅食べましたけど、結構美味しかったですよ。ちょっと出てくるまで時間かかりますけどね、多分注文してから団子とか焼いてるんですかね。まあまあ、待ちながら、お抹茶もいただきましたんでね、美味しかったですよ。皆さんも、これね、京都の、清水寺の近くの二年坂の通りにあるね、お団子屋さんでした。行ってみてください。結構楽しめますよ。はい。今日はですね、この辺りの散策はですね、まあもちろん清水寺ですから、紅葉のシーズンになったらもう、ほら、もみじがね、真っ赤に燃えて綺麗ですよ。ちょっとまだ早いですね。まだ2週間は早い感じかな。今日はね、朝割と寒かったですよ。15度ぐらいしかなくてですね、まあ最低気温10度ぐらいでしたかね。最低気温が5、6度になってくるとですね、京都ももみじの葉っぱとかね、他の木々も赤く染まってくるんですよ。紅葉がぐっと進むんですけどね、今日はちょっとまだ早かです。日中は今日22度ぐらいまで上がってましたからね、上着がいらないぐらい結構暖かかったんで、引き続きね、紅葉のシーンもお届けしていきたいと思いますんでね、どうぞチャンネル登録してお待ちください。続報いたしますよ。